これはご承知の通り、中国は歴年で見ております。したがって、1月、12月の数字でございますけれども、全体需要 13.2% と伸びております。大変大きな伸びでございます。でその中で当社は販売台数を、35万台ということで、前年に対して 8.4% を伸ばしました。エクストレル、シルフィ、そしてキャッシュカイ等がですね、その増加に寄与しております。販売台数を増加して、日産ブランドも好調であったわけですけれども、残念ながら、その前日の伸びはさらに大きくですね、シェアを低下すると、シェアは 5% ということですけれども、ということが結果になりました。主な要因はですね、これ皆さんご承知の通り、中国でですね、中国のいわゆる中国ブランド、ローカルブランドの、非常に勢いをしております。この伸びが多くてですね、実は我々もそこのセグメントに、ベヌシアというローカルブランドを持ってるんですが、残念ながらそのベヌシアの伸びが、他のローカルブランドの伸びについていけなかったということが大きな要因でございます。対策としてベヌシアの強化を図っておりまして、12月にはちょうどその年度の終わりですね、終わりにはベヌシアの T90 というクロスオーバーをですね、投入いたしまして、結果として第一三期ので、中国第一三期ですから、1月から3月までですね、1月から3月までは、前日のペースを上回る前年に対して 5.3% の伸びのですね、31万4000台ということを言えるところまでキャッチアップをしてきております。次にですね、北米ですね。北米は再びですね、販売記録を更新をしております。米国では前日を上回る 4.2% 増を記録して、118万台を販売いたしました。マーケットシェアはですね、0.4 ポイントを増加をいたしまして 9% となっております。ローグ、アルティマ、それからフルサイズのピックアップ、タイタンですね、もう着実に売り上げを伸ばしております。米国の市場がですね、長いことピークが続いて、ピークが過ぎた、超えたという見方がございますけども、当社の一番最後ですね、直近の第4四半期はですね、引き続き好調でございました。全体マーケットがですね、クロスオーバーにシフトをしてきておりますけれども、この部分で我々興味を持っておりまして、十分対応をしていけるというふうに考えています。カナダですね、カナダは前年比で、3% 増の13万8000台ということで、マーケットとしては 7% でございます。メキシコではですね、引き続き首位の座を維持しておりまして、販売台数、これも最高記録ですね、40万台ということで、前年比、14.4% 増となっております。マーケットシェア 25% ですね、ということでございます。それからですね、ヨーロッパに行きますけども、これで、ロシアを除くヨーロッパですね、まず、で見ますと、前年対比で 7.2% 増の68万3000台ということでございました。キャッシュカイとトラックのナバロですね、が販売を牽引しております。そして、ちょうどこの3月、年度末には、第5世代になります新型のマイクラを、の出荷を始めております。一方ですね、ロシアではですね、経済の先行き不透明感が引き続いておりまして、前日は低迷していると、こういう中でですね、当社の販売台数は前年比 19.7% 減の9万3000台にとどまっております。今年度の底としてですね、昨年度の底として、今年度以降ですね、順次、回復を、段階的な回復をしていくということを想定をしております。その他